ダイアットのバディチャンスなんかちょっと違いましたね。気合が入ってます、はい、皆さんどうも明けましておめでとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで年を越すことができました。ちょっと新年の今年の抱負、ゆきらさん。20代モープロはこの番組が4月以降も続きますように俺もそれや本当にというわけで新年一発目なんですけども、今日はちょっとゲストを呼んでおります、はい、ゲストこの方です。どうもお願いします。ニューヨーク屋敷です。よろしくお願いします。ニューヨーク屋敷ありがとうございます。いやいやいや本当に実在するんですねこの番組嘘や思ってたやろ思いましたドッキリや思ってたやろ。はい、オープニングの映像ほんま地元の社長が自腹でやってる番組それなにスーパー回しやないか最高の番組やってるそうね。まさかこんな僕が出させてもらえるなんてめっちゃ嬉しいです、ね、はい、はい、何ちょっと正月っていうことで、はい、あのお年玉をちょっと屋敷さんすいません、はい、屋敷さんには準備してないんですけどあのお二人に準備したんです。何モープロ、モープロさんからお年玉、はい、そうです。私は肩を準備しました。やったすいませんほんまに、はい、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ありがとう。いいんですか、はい、うわめっちゃかっこいい。これださ、はい、パターの回で仕出したやつやね、はい、ありがとう、すごいありがとうございます。新品パターテンション上がるやないですか。めっちゃ上がるやつよ。そうそう、じゃあもう今日はさ、はい、屋敷も来てくれたしさラウンドしよ。あ、もう普通に、はい、普通にラウンドでその後いろいろさ屋敷の悩み相談とか、はい、もうプロが全部教えてくれるからさ。 ありがとうございますお願いしますゴルフだけ、ゴルフだけは。それでは参りましょう、はい、ゴルフスティこの番組は伸びしろだらけの津田さんと雪平さんに三浦桃香プロがゴルフレッスンをして2人の上達具合を楽しむ番組です。今回の舞台はローモンドカントリークラブ。雄大な鈴鹿山脈の稜線を望み緩やかな丘陵地に佇む自然美を生かしたコースは巧みに配置された池やバンカーなど18ホール全てが個性的な姿を持ちます。今週は1番ホールパー5をラウンドします。さあ新年一発目、津田さん気持ちよくいきましょう。おお、まあまあまあまっすぐ、うん、キックして、うん、おお静寂なんか言うてよめちゃくちゃ冷た感じすんねん。プロのツアーぐらいですごい静かでしたね。毎回何の感性も上がらへんねん。そして今や超売れっ子、番組のレギュラー回初のゲストとして参戦したニューヨーク屋敷さん、注目のティーショットは軽く、あー右さあ右、頑張んない戻ってくるわ。キックキック、ああ静寂がめちゃめちゃ滑るやんこのツルッツルの2人に続き、モモプロはおえー戻ってくる。戻ってきます。すごい飛んでる。すごい。おい。これです。ゴイゴイさん、ゴイゴイさん。これはゴイゴイ。ええな。ゴルフうま。これはゴイゴイです。続く雪平さんも。おおいいよ、うん。ナイスです。おおいいよ。ど真ん中。おいいなになに。なにいいよ。変な声出た。変な声出た。え、ゴイゴイスじゃないですか。ゴイゴイスよ。ほら。はい。よっしゃ。屋敷くんはゴルフ歴は3年ぐらいになるんですかね。お、3年、はい、ベストは100です。もうちょいで切れそうみたいなのが2回ありました、ね、そんな屋敷さんの2打目は厳しいつま先上がりから。つま先上がりって、はい、スイングフルスイングすると左行っちゃうんですよ、はいはいはい、なので8分ショットぐらいで8分ショットで、はい、フルスイング禁止。はい、お、いいよ、よっしゃよし、これバンカー方向。いいいい、まだ入ってまうか。あ、大丈夫。全然大丈夫。ナイスショー。よし、ありがとうございます。すごい。アドバイスが良かったです。続く雪平さんは2打目をフェアウェイに。一方、津田さんは。あー、叩いた頭。いっぱい振りすぎ。津田さん。リ。リキリマル。
忘れよ絶対に忘れない今日帰りあのちょっとあの一杯だけちょっとお薬飲んでもらうけど大丈夫そんなメインブラックみたいなことされるんですかちょっとだけあの俺こうやってピンってやるからそれで今日忘れちゃうで前行ってるからええんねんそしてティーショットでビッグドライブを見せたモモプロいけ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 手前かいいでしょう、まあいいでしょうやっ全然いいめっちゃいいショット素晴らしい火を避けるようにグイーン行くんですねドローをかけましたうわっこれがうちの三浦桃香ですよそしてこの後はこれがテレビで流れ YouTube で流れいやいや力みまるなんで喜んでるんですか？いや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 これがテレビで流れ YouTube で流れいやいやいや何ですか？リキリキミマルあ、出たくそー屋敷さん初のリキミマルに続いて今度は本家がリキミマル小リキミマルそしてここまで順調なショットでこれが4打目の雪平さんおおすごいこれめっちゃいい今の返しんちゃんゴイゴイスナイスショゴイゴイス出ました先ほどの力み丸から挽回したい屋敷さんはおおナイスショすごいすごい当たりおめでとうよかったダフったんダフってないやろはいめっちゃダフりましたでも力で力あるから力で持ってきましたねパーンってこういうラフはしっかり握りますまずしっかり握ってちょっと打ち込むイメージで素振りからちょっと下を叩くようにうまっうまっうまいわ入るちょっと弱かったねいやいやいや、ね、自分しょ打ち込むっていうのはこういうイメージってことですかはいあのアプローチって結構払うようなイメージがありがちなんですけど、うん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 、そう払おうとしていつもミスるんですよ払ったら、うん、ちょっと体が浮いたらトップしちゃうんです、はいはい、でそれが逆に沈んだらダフっちゃうんで、うん、打ち込むイメージで打ったらちょっと体が浮いてもちょっと打ち急いでも、まあ、ミスがちょっとまとまってくれるので試してみてくださいこれもだから池さん同じような感じってことですかそうじゃあ打ち込むイメージモープロと同じイメージで、うん、でも怖いですよね打ち込むイメージってあでもまあまあ大丈夫結果大丈夫やばい当たるカメラさんこれなるのよ練習しとくこれです練習するもう一つボールを右側に置くイメージがもっと右にあるといいなと思います素振りはあのボールよりも右側でこう着地してるんですけど実際ボールが真ん中にあるんで素振りとちょっと違うみたいななるほどはい雪平さん、改めてボールを右足寄りに置き上から打ち込むように打ってみると入るんじゃんじゃ、おら入るんじゃん続いて津田さんはグリーン横から津田のロブショット見せる時が来た、モモプロに行きますよ、津田のロブショットロブはロブになったよ、ね、上がってましたあの今のロブショットも、はい、もちろんねあのロブショットの打ち方なんですけど、はい、今ちょっとねあの下が緩かったらいいんですけどちょっとこれが硬かったらバウンスっていうものがすごく跳ねるんでそう結構リスキーなんですよね今のって、はいはい、だからロブショットでもそのフルスイングしなくていいのでボールを左側に置いて、うん、左にでフェースは少しいつもより左でフェース少しだけ開いて少し先開きすぎたそうで打ち込めばいいんですちょっと素振り一回してもらって打ち込むんだこれも、はいそう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 これぐらいこれぐらいでいいですうっそーほんとほんとほんとおーすっごい簡単でしょえ今のめっちゃ良かったおーゴーゴーヒこの後津田さん上達したアプローチをしっかり見せつけ6オン2パットのトリプルボギーでホールアウトうわすごい
そしてゲストの屋敷さんは、お、うん、うまい、え、くる、はい、おなにそれプロみたいな。最後まで見せ場を作った屋敷さんはダブルボギー、そしてももプロはバーディーチャンス。見事なバーディーで新年一発目は幸先のいいスタートですね。屋敷くん、いかがだったですか？正直めちゃくちゃ勉強になりました。こんな上手い人に教えてもらいながら回ったことなかったんで、ね、めちゃくちゃ楽しかったです。よかったわ、ほんま。じゃあ屋敷、はい、反省会行くから。反省会、うん、何これ怖っ、切れられんのこれ。新年一発目、はい、ゲスト屋敷くん来ていただきまして、はい、結局みんな自分のことしか考えてなかったね、うん、ショットを見てへんかったりとか、はい、もうなんか拍手もせえへんし。いや津田さんもそう、俺斜面で打つときなんかモモプロしかついてきてなかったし、まずプライベートかと思ってなんか下の方から打てみたいな顔してましたけど、ゆきえろさんもね、2人で、ね、誰なの、ね、もう毎回普通にコース回る言うけど、結局みんな練習で打ち直したりとかめちゃくちゃしだすからそんなの普通にラウンドするって言ってもすごい時間押すんですよね。あれあるあるなんですか？あるある、この番組あるから、あ、もうやりだしたら止まらへんね。確かにいやでもこんな楽しい番組ないです本当に、はい、もうぜひ。じゃあここからもう残り3周、はい、うまくなってもらって。ありがとうございます。もう1周目でだいぶうまなった気しますもん、ね、アプローチとかも。次はだから屋敷の悩み、はい、ドライバーですよね。いいす、ドライバーです、はい、もう本当そうなんですよ。ドライバーがもう18ホール絶対安定しないんで。じゃあ行こう。お願いします。行きましょう。じゃあ行きましょう。行きましょう。レッツゴー。